じゃすみません、今日、はい、超西方の、はい、お方がいらっしゃったんですけど、はいはい、どのような話だったか、はい、まあいろいろ合併のことでは金本さんに大変なご苦労をご迷惑かけてますという、まずそういう話から始まって、まあ今合併協議会の問題が宙に浮いた形になって、そんな状況の中で、まあ、ぜひ、合併協議会を、まあ、立ち上げてほしいと、むしろそういう意味の要請でありました。はい、市長からのお考えというのは、まあ以前にも、まあ、これは町長にも申し上げてますけども、議会でも我々話をさせていただいてますけども、まあ、とにかく合併を進める意思のない、やめるための協議会の設置というのは、これは意味がないから作る必要がないというふうに、まあ、町長にもお伝えしたし、まあ、議会でもそういう答弁をしているんで、やっぱりこれからもし立ち上げるということになれば合併協議を進めると、うん、まあ、その上で、まあ、判断してもらうということはあるかもしれないけども、少なくとも進めるという前提がないと立ち上げる理由にならないんで、まあ、ぜひ、まあ、そんなような環境整備ができるようになれば、はい、我々もまあ考えていってもいいんじゃないかというような趣旨でお答えをいたしました。はい、環境整備というのは、この西方側が、はい、進めるという条件であれば、まあ、そうですね、当然立ち上げてはいやめということではなくて、はいはい、まあ、中身にこれから模試協議会を作れば、合併についていろいろ中身で議論をしてきますよという前提がないと、はいはい、うん、まあ、作る意味がないということなんで、その辺のところの西方さんの対応、考え方というものが一つのポイントになってくるということなんですけどね。はいはい、じゃ現状では変わることなく、現状ではなかなか立ち上げる理由が見つからない。はいはい、わかりました、ありがとうございます。はい。